泉智之と言います。趣味お願いします。スポーツ観戦、特にジュビロの、応援に行くのが、好きです。好きな歴史上の人物、坂本龍馬、やっぱり幕末を、生きて日本を変えた坂本龍馬が好きです。演劇を始めたきっかけお願いします。知り合いが、劇団を持っていまして、そこの劇団の、公演を見させてもらって、あ、いいな、チームワークで頑張って、すごいあのアットホームな感じでいいなっていうこともありましたし、知り合いが、その舞台に立っていたので、そこからやってみようと思いました。2月の役とその人物へのお願いします。はい、大草隆重ですけれども、やっぱり牧之原の開墾に、携わった人として、その心意気というか、その思いというものを伝えていきたいなということを感じています。2月に向けての意気込みお願いします。はい、同じ出演者の皆さんと、チームワークで、乗り切って、来ていただいた皆さんに感動を与えたいなと思います。